温泉地として有名な佐賀県嬉野市。ここには古くから伝わる釜入りというお茶があります。今の日本では珍しいので幻のお茶と呼ばれることも。大航海時代にはヨーロッパに渡り、東洋の神秘的な飲み物として愛され、王侯貴族たちは銀と同じくらい貴重だったお砂糖を入れて楽しんでいました。水色は黄金色、香ばしくてすっきりとした大航海時代の味、幻の嬉野茶。ぜひ召し上がってみてください。